日本語能力試験、懲戒 N3 これから N3 の懲戒試験を始めます。メモを取ってもいいです。問題用紙を開けて,開けてください。問題用紙のページがないときは手を挙げてください。問題がよく見えないときも 手を挙げてください。いつでもいいです。問題1。問題1では、まず、質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いもの,最も良いものを、一つ、 選んでくださいでは練習しましょう例<イ>ホテルで会社員の男と女の人が話しています女の人は明日何時までにホテルを出ますかでは明日は 9時半に事務所にいらしてくださいはいえーっとこのホテルから事務所までどのぐらいかかりますかそうですね30分もあれば着きますねじゃあ9時に出ればいいですねあ朝は道が混むかもしれません15分ぐらい早めに出られた方がいいですねそうですかじゃあそうしますあ、そうします,あそうします 女の人は明日何時までにホテルを出ますか最も良いものは一番です。問題1の例のところを見てください。最も良いものは一番ですから答えはこのように書きます。では始めます。 一番会社で男の人と女の人がメモを見ながら話しています。男の人は何を注文しますかしてみたんですけど見てもらえますかうん。えー、っと、のりとボールペン。あボールペンはいいわ。もう私の方で注文して今日届くことになってるから。 それからノートと封筒あれ封筒あれ封筒はまだ結構残ってたようだけどまだあるんですが今日の午後大量に使うので注文しといた方がいいと思ったんですけどじゃあ必要ねそれからコピー用紙はね毎月届けてもらってるから注文しなくていいのよはいじゃあこれで注文よろしくねはい わかりました。男の人は何を注文しますか。二番。女の人と母親が話しています。 女の人は友達に何をプレゼントしますかお母さん、友達に赤ちゃんが生まれたんだけど、お祝い何がいいと思うそうね。よく贈るのは着るものとかおもちゃだけどね。そうだよね。私も服がいいなって思うんだけど。ただ、みんな赤ちゃんの服やおもちゃをあげるでしょ だから、友達に使ってもらえるものをあげるのもいいんじゃないえ服とか服もいいけど、赤ちゃんが生まれると、着替えとかタオルとか、いろいろ持ち歩くものが多くなるでしょだ,だから、たくさん入るバッグなんかどうあなたが生まれたとき、もらって嬉しかったわ。そっか。じゃあ、私もそうしよう。 女の人は友達に何何をプレゼントしますか三番友達は留守番電話にメッセージが入っていました。 まず何をしますか？もしもし雅子です。急なんだけど、明日の夜ご飯一緒にどう駅？駅の近くに美味しいお店を見つけたから、そこでそのお店結構混むから予約したいし、来られるかどうか。なるべく早く教えてくれる。できたらご飯食べながら。 今度一緒に行く旅行の計画立てない飛行機の予約は早い方がいいしね。じゃあね。このメッセージを聞いた後、まず何をしますか 4番。母親と息子が話しています。息子はこの後、があ、太郎今から出かけるのうん。駅前の映画館で友達と映画見てくる。あ、そう。それなら、駅前の郵便局によって、この荷物、出してってくれないえちょっと本屋に寄ろうと思ってたのになぁ。まあ、映画の後にするか。 じゃあ、出してきてあげるよ。ありがとう。急ぎだから、映画の前に行ってね。はい、お金。え、こんなにかかるの余った分は、ご飯代にでも使いなさい。やった息子はこの後、まず何をしますか 5番？うちの玄関で男の留学生とホストファミリーのお母さんが話しています。留学生はこれから何をしますか？雨降りそうですね。雨降りそうですね。傘を持ってった方がいいですか？今日は天気が良くなるって言ってたから大丈夫よ。はい。あれ、リビングのエアコンは消したよね？ ええ。消してありました。ああ、そう。あいけない。台所につけたままだった。ごめんね。ちょっと消してきてくれるはい。台所の小さい窓は開いてるけど、閉めなくていいわよ。わかりました。留学生は、これから何をしますか 6番会社で男の人と女の人が話しています女の人はこれからまず何をしますか鈴木さん今年の新入社員歓迎会のことなんだけどね今年は週末に日帰りでどこかに行くのはどう日帰り旅行ですかいいかもしれませんねじゃあ 今年はそういうことで準備してくれるまずはどこへ行きたいかみんなに聞いてみて。そうですね。アンケートでも取りましょうか。あ、いや、やっぱりそんな時間もないし、鈴木さんが良さそうな場所を決めてください。インターネットとかで探してくれるはい。で、そこで何をするかだな。食事しただけで終わるのはちょっとな。 そうですね。まあそれは場所,が決まってから場所が決まってから考えよう調べたら教えてくれるわかりました女の人はこれからまず何をしますか 問題2問題2では、まず質問を聞いてください。その後、問題用紙を見てください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを1つ選んでください。 では練習しましょう。例 <レイ S 1> 女の人と男の人がスーパーで話しています。男の人はどうして自分で料理をしませんか お買い物うん夕飯をお買いにねお弁当自分で作らないの時間ないかいやそうじゃないんだじゃあ作ればいいのに作るのは嫌いじゃないんだでも一人だと材料が余っちゃうそれはいいんだけど一生懸命作っても一人で食べるだけじゃなんか寂しくてそれもそうか 男の人はどうして自分で料理をしませんか最も良いものは4番です。回答用紙の問題2の例のところを見てください。最も良いものは4番ですから、答えはこのように書きます。では 始めます1番 1> 会社で女の人と男の人が話しています2人はいつ相談しますか あの、新しい商品について相談したいんですが、いつにしましょうか。ああ、そうですね。今日が金曜日でしょ。今日はもうあまり時間がないから、じゃあ来週の月曜日はどうですか。ああ、来週の月曜日と火曜日は出張なんです。木曜日なら時間取れますけど。そう 木曜日は私がちょっと忙しいんであの出張から帰った次の日って忙しいですかうーんあはい大丈夫ですじゃあその日にしましょう午後時間空けておきます2人はいつ相談しますか 2>, 2番女の人と男の人が料理教室について話しています女の人はどうしてこの教室に興味を持ちましたか 佐さん料理教室に行ってるそうですね楽しいですかええいろんな国の料理を作るんですよへえ面白そう私日本料理は習ったことがあるので他の国の料理を作ってみたいと思っていたんですあのその教室はいつやってるんですか月に1回最初の土曜日の午後です 先生の話を聞いた後、小さなグループに分かれて料理を作ります。そうですか。料金はちょっと高いんですが、人気があるんですよ。あの、よかったら連絡先を教えましょうか。ああ、ありがとうございます。女の人はどうしてこの教室に興味を持ちましたか 3番女の学生と男の学生が話しています男の学生はどうしてアルバイトを変えましたか だからアルバイト？うん。実は今日からコンビニでアルバイトすることにしたんだ。え？自動車工場のアルバイトは？朝早くからだったし大変だったの？いや。早起きは平気なんだ。それに時給もまあまあ良かったし。じゃあなんで？うん。物を作る仕事も楽しかったけど、学生のうちにいろいろな仕事をやってみたくてね。 そっか頑張って男の学生はどうしてアルバイトを変えましたか ?4 番。 図書館で男の学生と係の人が話しています。図書館のパソコンコーナーで何をしてはいけませんか すみません、パソコンを使いたいんですが。はい、どうぞ。あの、インターネットは使えますかええ、利用できます。でも、メールはご遠慮ください。わかりました。あと、プリンターはああ、プリンターはお使いになれますが、有料です。あ、そうですか。それから、DVD は見られますかはい、大丈夫ですよ。 図書館のパソコンコーナーで、何をしてはいけませんか五番大学で男の留学生が係りの人に、ホームステイについて聞いています。 男の留学生はどうしてホームステイに参加できませんかすみません。 このホームステイに申し込みをしたいんですが、締め切りまだですよね。はい、まだ間に合いますよ。参加は初めてですかいえ、2回目です。2回目でも大丈夫ですかはい、大丈夫です。えー、日本に来てどのぐらいになりますか ?10 ヶ月を過ぎたところです。あと、1ヶ月で帰国する予定です。そうですか。 うーん、実はこのホームステイは来日してから半年以内の留学生しか申し込みができないことになっているんですよえそうなんですか男の留学生はどうしてホームステイに参加できませんか 6番テレビで男の人が自分の仕事について話しています。男の人は何が嬉しいと言っていますか 私は新しく町にできたスーパーの社員です。でも店の中では働いていません。毎日車で新鮮な肉や魚など、店の商品を遠くの村まで売りに行っています。一日に五つぐらいの村に行きます。お客さんは多い日も少ない日もありますが、私の車が来るのを楽しみに待っていてくださいます。 皆さんに喜んでもらえるのが、やっぱり私には一番嬉しいです。男の人は何が嬉しいと言っていますか 問題3問題3では問題用紙に何も印刷されていません。この問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて、 一から四の中から最も良いものを一つでください。では、練習しましょう。例。女の人が友達のうちに来て話しています。言います。 お中ですあはーい昨日友達が泊まりに来てたんで片付いてないけど入ってあでもここですぐ帰るからこの前借りた本なんだけどちょっと破れちゃってえ本当うんこのページなんだけどあうん このくらいなら大丈夫。読めるし。本当ごめん。これからは気をつけるから。うん、いいよ。ねえ、帰ってコーヒーでも飲んでいかないありがとう。女の人は友達の家へ何をしに来ましたか一。謝り、謝りに来た。 二、本を借りに来た。三、泊まりに来た。四、コーヒーを飲みに来た。最も良いものは一番回答用紙の問題三の例のところを見てください。最も良いものは一番ですから。 答えはこのように書きます。では始めます。一番留守番電話のメッセージを聞いています。もしもし田中ですけど、あの明日映画に行くことになってたよね。でも。 急に出張が入っちゃって、それで悪いんだけど、来週にしてもらってもいいかな。僕から誘ったのにごめん。映画の後、食事ご馳走するから。じゃあ、また電話するよ。本当ごめんね。田中さんが一番言いたいことは何ですか 1, 1. 出張に行くこと。2. 2気を変えてほしいこと。3. 食事をごちそうすること。4. また電話すること。 2番男の学生と女の学生が話しています今度の日曜日みんなで海に行こうって話があるんだけど海いいねう,うん海で花火もするよどう来られそう面白そうでも今度の日曜日だよね月曜にテストがあるんだテストがなかったら行きたいんだけど 土曜日に頑張ったら大丈夫だよ。苦手な科目だから一日じゃきついかも。また今度誘って女の学生は日曜日に海へ行くことについてどう思っていますか ?11 楽しそうだから行くつもりだ。 2楽しそうだが行かない。<3 S 1> 興味がないから行かない。<4 S 1> 興味はないが行くつもりだ。3> 3番 女の人が男の人にを聞いています。週末、旅行に行ってきたんだって両親を温泉に連れて行ったんだ。桜の綺麗な季節だしね。偉いね。ご両親も喜んだでしょう。うん。でも、向こうはもう暖かくて、桜、桜はほとんど終わってたし、休日だから渋滞してて。そっか。 温泉に入れば疲れが取れると思ってたんだけど僕はずっと運転だったからねうーん大変だったねでもまあ両親は久しぶりにゆっくりできてよかったって言ってくれたくれたからじゃあそれが一番じゃないまあね男の人は旅行についてどう思っていますか 1> 1 桜が綺麗でよかった。二、温泉で疲れが取れてよかった。三、両親が疲れたのでよくなかった。四、両親が満足してよかった。 問題4問題4では絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか ?1 から3の中から最も良いものを1つ選んでください。では練習しましょう。 0<レ>ホテルのテレビが壊れています。何と言いますか 1, ?1 テレビがつかないんですが <S 2, 2 <S テレビをつけてもいいですか ?3 テレビをつけた方がいいですよ最も良いものは1番です。回答用紙の 問題4の例のところを見てください。最も良いものは1番ですから、答えはこのように書きます。では、始めます。1番。1> 先輩が忙しそうなので手伝いたいです。 先輩に何と言いますか ?1、1> あの、手伝ってくれませんか 2>, ?2、あの、手伝いましょうか ?3、あの、手伝いませんか 2番、2> 試験に合格したので、先生に伝えたいです。先生に何と言いますか ?1、今回はおめでとうございます。2>, 2、今度合格なさいました。3、3> おかげさまで試験に受かりました。 3番、友達と食事をしています。醤油を使いたいです。友達に何と言いますか ?1、1> 醤油取ろうか 2>, ?2、醤油取ってくれない ?3、醤油取ってもいいよ 4番、会社でお客さんを部屋に案内しました。何と言いますか ?1、1> どうぞおかけください。2>, 2、座らせていただきます。3、席をお取りしましょうか。 問題5。問題5では、問題用紙に何も印刷されていません。まず、文を聞いてください。それから、その返事を聞いて、1から3の中から、最も良いものを、一つ選んでください。では、練習しましょう。 0。すみません。今、時間ありますか1。ええっと、十時二十分です。2。ええ、何ですか3。あそこですよ。最も良いものは、二番です。回答用紙の 問題5の例のところを見てください。最も良いものは2番ですから、答えは、答えはこのように書きます。では、始めます。1番、リンさん、明日のアルバイトを、 三時に来てほしいんですが。一、いつでも来てください。二、都合はどうですか三、はい、大丈夫です。二番。 田中さん、明日の旅行は8時出発ですよ。遅れないようにね。1、気をつけます。2>, 2、そうしてください。3、3> よく気がつきます。 3番あれ雨ですかそんなに濡れちゃって。じゃあ傘はいりませんね。いつ降るんでしょう 3> 3急に降ってきたんです。 4番暑いのでちょっと窓を開けてもよろしいでしょうかじゃあ閉めましょうええ構いませんよ 3> 3いえどういたしまして。 5番、お客様、こちらで召し上がりますかお持ち帰りになりますか ?1、1> はい、大丈夫です。2、ここで食べます。3>, 3、い,いえ、持ちますよ。 6番バスなかなか来ないですね。すね1道が混んでるんでしょうか。2, 2バスにしてよかったですね。3, 3ずいぶん早そうですね。 7番、あの映画、もうやってないんだって。1、じゃあ、明日見に行こうよ。2、2> うん、ま、やってないみたい。3、え、終わっちゃったんだ。 8番、この2番、このプリントをクラスのみんなに配っといてもらえますか ?1、1> あ、取ってあります。2>, 2、はい、やっておきます。3、すぐもらえると思います。 これで、懲戒試験を終わります。